聞かれた、これこれさんの枠で出てましたよねって最近聞かれたんだけど、出てないです。多分デブ違いですね。全然俺じゃないですね、それは。あ、ふかしゆばと間違ったのかな。で、俺これこれさんと友達みたいな認識されてるんだよ。友達じゃないのに。石破資源の時出てたぞ。ねえ、もう石破さんネタはいいだろ、もう。YouTube のこれこれのやつじゃね。あー、だからそれは不可思議もでしょ。認知はしてくれてるけど、喋ったことないからね。名前出されるけど、顔を見たっていうことを言ってるんだよ。じゃあ完全不可思議じゃん。不可思議もの、ね、あの、偽弁護士の時のやつじゃないの、最近の。言うと、去年の。ふかしなんて知名度ないって。じゃあふかしも俺だと思ったんじゃない。パルパルってのはこれこれさん知ってるやん。いや、これこれさんは俺のこと知ってるし、俺も知ってるけれど絡んだことないから。うん、これさんの放送出てほしい。いや、緊張するよね。これリスに、おい、なんだこのデブはって言われるわけじゃんね。そうそう、俺は切れちゃうもん。なんだこのデブはって。お前、いい加減しろ、この野郎っつって。ね。で、炎上して、バンさせられるんだよ。パチンコ並んでたよな。マジでパチンコ屋は並んでない。誰お前。パチンコ屋並んでたとか。どこのやつなんだよ。俺、毎日炎上ニュースやってるからね。この家で。意外にしろよ、お前。パチンコ屋並んでるときは、炎上ニュース休んでるときだから。みんなに見られてるな。ツイキャスもそろそろやらんとね。あ、だから富士山をリタイアしたやつを見たらしいよ。ポーカーのメンバーで。うん。あの、リタイアしてましたねって言われた。恥ずかしかったね。2回もしてましたねって。あとはね、ほとんどなんか俺のこと知ってる感じだったな。で、俺は喋んないから、マジで空気悪いポーカーやってるとき、めちゃくちゃ。そう、俺も喋りかけようって努力してるんだけど、何せね、何喋っていいか分かんなくてさ、なんか相づち打って笑ってるね。難しいよね、人間関係の付き合いってのは。例えば、まあ、俺がね、もうほんととんでもない取り返しがつかない炎上したときに、メンバーシップでやりますみたいなポンスケ方程式でね、やろうかなと思ってるよ。だから5人だけが聞けるんだよ。うん。ツイキャスで、ダメな人ってのは、どこの南のポーカー屋なんだよ、お前。俺忘れてないからな。言ってみろよ。ね。どこのポーカー屋で俺と会ったの？何時何分、地球が何回回って、日付は何日何月なの？教えてくれよ。気になって、しゃあないわ。ねえ。ちなみにね、俺はポーカー大好きっていうのは知ってると思うんだけど、12月15日大会があるんだよ、ポーカーの。俺がそれ入選してて、俺限定出れるポーカー大会があるんだよね。俺それ15日忘年会あるから断った。友達選びました。俺ほんと変わったんだよ、人間として。うん。お前今日もポーカーいただろ、見かけたぞ。どこですか、131号さん言ってくださいよ。どっかのポーカー屋さんで見かけたんです。日本橋で。それは僕と喋りました、同卓した。もう完全に日本橋のポーカーで俺がやってたって言うんだったら、俺は何をしてました。
タクシーから降りるのは見たで。あ、じゃあ知らないか。じゃあポーカーじゃないです。やめてください。今日ポーカー行ったみたいな言い方は。完全に行ってません。はい。行ってないんでね。嘘ばっかつくなよ、お前。どこ行ってたの？だから、ポテトっていうね、あのゲーム屋さん行ってたんだよ、ゲーム屋さん。日本橋に残存なんてないよ、多分。パチンコ、あのね、正直言っていい？パチンコはつまんないくなってる、俺は。やっぱその、ポーカーで頭を使ってやる戦いがすごく楽しいの。ルージュで見た？あー、もう名前出しちゃったー！名前出しちゃダメでしょー！なんで言っちゃうのー！名前出しちゃったよー！やばいってー！ルージュはでも最近行ってないよ。あのね、ルージュってのはどういうポーカー屋さんかっていうと、あの前配信できた場所。あの警察とか来たやつよ。俺らが配信やってる時に、配信許可取ってポーカー屋さんでポーカーしようとしたのね。だけど、それがなんか警察来たことによって配信禁止になったんだよ。そこのルージュっていうお店。配信外だったらいけるんだけどね。で、なんて言うんだろう。ご飯とか飲み物とかがタダになるんだよ。そのポーカーで買ったチップがね、それ使ってっていう感じで。アミューズメント、そう、合法なポーカー屋さん、そこでやってた。けど、そこね、サテライトっつってチケットもらえないんだよ。で、最近俺はね、トーナメントっていうポーカーしかやってないから、そのスポーツとしてね。だから、そういうなんか、娯楽でやってないんだよね、俺は。悪いけれど。3枠のサテライト。あのサテライトっていうのはプレゼントするそのチケット。その要するに、ポーカーって年に本当に10回以上の大会があるんだよ。その大会に出場するためにはチケットが必要な場合があるんだよね。で、チケットなしだと10万かかるんだけど、そのサテライトのチケットを獲得するために4000円、5000円払えば、その10万のチケットが獲得できるトーナメントがあるんだよ。それに参加して取って10万を安くしてるって感じだよね。収支マイナスじゃないの？いや、そんなことないです。はい。頭使うよ、めちゃくちゃ。はい。あのポーカーにカウンティングとかができないから、ブラックジャックじゃないと。で、この前出た JOPT っていう大会あったと思うんだけど、あれも俺チケット2枚あったから、あの2枚とか4枚あったから10万円分のチケットが、2枚買えたってことよ。1000円でね。優勝、だから優勝したらもう3000万2000万500万100万そういう単位だよね。だから面白いよ、めちゃくちゃ。現金になるんだよ、振り込みだから。次の日には振り込まれてる、そういう世界。結果は一応インマネしたよ。それはウェブコインの10万になったけど、賞金は30位とかじゃない？そのメインのやつは JOPT になるとね。結構いいんでいけるんだよ。 JOPT の賞金のこと調べたけど、あれも税金対象らしいから気をつけろ。取ったらね、俺の場合は取れてないから。ちなみに WPT っていう、あの、WPT っていうね、あの大会も東京でやるらしい。12月13日から16日まで。でかい大会やるよ。東京フォーラムっていうとこでね、国際フォーラムっていうとこで。千代田区でね。で、くしくも、15日に忘年会行く日じゃん。その行く前日に行けてしまうっていうね。正直悩んでます。12日に行ってね、13日、14日ね。13、14日参加しようかななんて、ちょっと よからぬこと考えてます。すぐに現金になるからパチや競艇がいいや。まあそうなんだよね。
パチンコは競艇がいいと思うんだけど、でもあのそう賞金とかじゃなくて、そのチップというものを持ってて、すごく注目されてカメラマンとか写真撮るんだよ。それが SNS に貼られたりメディアに貼られたりとかして、動画にもなって YouTube に上げられたりとかするから、めちゃくちゃね、あの配信者にとってはいいこと、うん、ちなみに俺はあの出てるからね、ポーカー大会に、うん、まあ、一応ちょっと出てるやつ見せよっか。じゃあもうポーカーの話はしたくないんだよ、リスナーの興味ないからね俺のことは。一応俺は YouTube で出てるんだよ、ポーカープロとしてね。ベイビーウルフ、ポーカーね、2976回再生されてるよ。見てよこれ、カルタヤポーカーっていうやつね、すごい大人気で2ヶ月で3000回数ぐらいされてるんだよ。4時間15分で一部だけ見せるわ。はい、オープンしていきましたが、さあ健太郎さん、ここはほら見てこれ、実況席もあるんだよ。降りてます。かっこいいわ田崎。そう、この時ね、眉毛ないんだよ眉毛。そうですよね。うん。この時田崎眉毛ないんですよ。映ってないな田崎。田崎どこ行った？田崎これね、この手。で俺はこの時結果サイです。ちなみに手でわかる、こんな本格的な大会に出たのは初めてだよ。だから俺多分コールするね、これコールしてる俺な。でこうやってカードが出るんだよ、エースジャックね、ジュンジュン、マソトさんみたいな。じゃあ俺はあの少なかったんだ、コインが。でいけてるでしょ、みんなかっこいいでしょ顔ね。見てよこのかっこよさ。見てよその中でほら、こんなさ、なんかうまそうな人との間に俺だけいるんだ。これ俺隣座ってたら苦痛だよ。だからこれ降りたけどね、これ。うん、まあそういうことですよ。すごいでしょ俺、ほんとプロポーカーなんだから。これでかいんだよ。じゃあポーカー歴半年って言われてびっくりしてた。半年なんですか、絶対嘘って言われてたね。もう1年経つけどね、うん、俺ポーカーハマったのにいつだっけ、今年なんだよね。今年の、多分ね、ほんと4月とか、だから1年もまだ経ってないね、半年以上ぐらい、うん、きっかけはね、なんかみんなで遊ぼうかって話になって、アミューズメントできる配信、そのカジノアミューズメントバーみたいなとこでやれるとこがあるっていう聞いて、俺はしぶしぶ行ったんで、そしたらそこでポーカーと出会ったんだよね、ルージュっていうね、さっき言ってた人。そこで俺は参加したんだよ。そこでポーカーっていう魅力を知ってしまったんだよね。ねえ、これはそうなんだよ。ヨウムンが行ったことがあるっぽくて、それで行ったんだけどね。うん、
養分の障害だよな。なに養分の障害って。カルタやポーカーね、そう。楽しかったよね、だから。ゲームとかちょっとやったことあるけれど、別にポーカーなんてっていう感じだったもん。その当時はもう本当にパチンコとかそこら辺だったからね。だから正直パチンコは金いっぱい使うけど、ポーカーは本当3000、4000円で遊べる世界なんだよ。もう言ってしまえば暇つぶしにできるわけ、長時間それで。だからめちゃくちゃパチンコより健全だよ。うん、金の減りだって少ないしね。だからタバコ吸わない分タバコ代だと思えば安いよね。あ、その場で覚えれる、簡単だよ。普通だ、俺でも覚えれたんだから、みんなも覚えれるよ、それは。パルちゃんにはいいね。いや、みんなもハマるよ、その息抜きにできるって。マジで俺が手と足教えてやろうか。あ、俺ポーカーの先生やろうか、こうしてね、お金取らず無料でさ、やってあげようか。田崎のポーカー大会開くか、これ。田崎のポーカー大会やるか、おい。ただね、ポーカーの台を借りるとしたら1時間一択ね、一択で1時間の料金が1万。やばいやろ、1万ってやばいからね。1時間1万なんだよ。まあそれは10人行っても1時間なんだけど、1万なんだけど、麻雀屋は1500円とかなんだよ。だからそれと比べると高い。まあ、ディーラー付きなんだけどね。うん。いや、ポーカーはマジでスタックつって、コインの量によって長さが変わってくる。だから10万点でやるんだったらもうほんと1日だよ。昼からやって深夜の1時に終わったりとかする、そんなレベル。うん、長いから。夢中にも見つけられるのっていいよね。そうだね。僕毒が深いんですね。そうなんだよ。100キロ超えて無検定のポーカー大会開いてほしい。ヒメカ社長もポーカープロらしいね。まあなんちゃってポーカープロ多いよ。うん、俺みたいにね。本当にポーカープロってのは海外行ってそこでインマネして稼いでるやつのことだから。うん。完全にカモのされてる。カモっていうか賭けポーカーじゃないから、キャッシュじゃないからさ、シンプルにサタレトーナメントだからね、関係ないよね。そう、インマネしたごときでプロとか言ってるやついるからね。本当は海外で戦ってるやつがプロポーカーだから、日本で戦ってるやつプロポーカーでもなんでもないよ。なんちゃってポーカー屋さんだよお前な。ご飯とかに変えれるって言ってたやつ、あ、ルージュっていうとこ、そう、そこはご飯に変えれるよ、チップが。ご飯がチップで変えて食べれる。まあ、入場料1000円かかるけどね。それ払ったらチップがあれば、飯代、飲み物代全部タダ。うん。で、俺はその15日にある大会があるんだけど、それ出れないからね。忘年会行ってくる。俺はカジノバーめちゃくちゃ儲かると思うよ。だってさ、香川さんもやろうって言ってたからね。ぶっちゃけキャッシュでもないから自分の出ていく支出がないわけよね。だからはっきり言うと、もうもらうだけなんだよね、金を。ディーラーさんを育てて雇ってカード配って、それで利益だけまんまもらえるからめっちゃ稼げると思うよ、ああいう系は。日本でやる場合ね。うん。日本のポーカーは正直穴場だと思う。投資するならポーカー屋さんだね。稼げるよ。俺ポーカー屋さんの店長になりたい。田崎もラスベガスで修行しろ。だってラス1回のトーナメント登録料が。インマネしないと取り返せないんだぞ。50万、80万とか30万で1回の登録料が。それも本当に金がなかったらできないからね。相当自信がなかったら。うん。賞金1億円だけど、マジで見極めないと無理。
うん。花亀？ごめんごめん。ティッシュないんだよね、ここ。のプラスなんだけどね。勝てばええやんって言ってるけど、勝てないんだよ。ね、日本で優勝もできてないやつが、海外で優勝できると思うなよ。あと、ポーカーって、やっぱり最後運なんだよ。マジで。だから、はっきり言うけれど、運も持ってなきゃいけないね。いや、運もある。ただ、7割運、3割実力って感じだよな。それはほんとそう。運と度胸、そうなんだよ。タイミング、だからその流れは、だから麻雀はできるやつはうまいと思う。流れを分かっていたりとかするから。その流れをつかめるやつ、競馬とか、競艇とか、そういう一発かけて流れを持っていくというものじゃないからね。もう本当に長くやって流れの空気を感じ取ってやるってことだから。ハッタリもそうそう。で、海外で言えるよ、強いやつは。で、デンちゃん。そう、0121日にやるんだって、精密検査。だから、01自身、吐血入っちゃったからね。だから、心配だよな。体な。もう、年も年だからな。ああ、見えて。30後半でしょ？いつぽっくり行くか分かんないよ、01も。血を吐いたからね、ペッて。しかも、3枚シート引いてて、3枚のシートが血だらけになったんだって。それって、もう完全に、めちゃくちゃ進行してるってことだからね、癌だった場合。相当やばいよ。で、ゼロワンも言ってた。自分、体調ずっと悪かったって。そう、その影響かなって言ってたよ。若くして亡くなるからね、暴飲暴食は。生活習慣レベルとかそういうのやらないと。それから重点、天童大学病院で検査するって、金持ちリスナー紹介するって、そうなんだ。お前言う？いや、でも01は本当に友達だから、心配やな、本当に。アルコールはどうなの？金梅も血入って、金梅そのはドボドボの血じゃないんだよな、でもな。あの、01のはドボドボ出る血だから、驚いたって言ってるからね、自分で。お前の健康リスクありそう？そうなんだよ。俺やばいんだよ。今喋ってるじゃん。で、息はーはー言ってるでしょ？これもうやばいっしょ。薄い血の色みたいだったよ。よだれみたいに。じゃあ、あれじゃないの？歯茎から血出てるとかじゃなくて？でも、その歯茎から血出たら今日の病院の検査でわかるもんね。じゃあやっぱ関係ないのか？ねえ。咳のしすぎもあるかも？まあ大丈夫だと思うけどね。わかんないよね。あの、俺の袋も大腸がんの時に前兆があって、それが、あの、これ本当に笑い事じゃなくて、ケツから血出るんだよ。気づかないうちにね。はじめはね、女性だから、まあ女の子なのかなっていう部分だったけど、違かったっていう。そう。ケツから血垂れるんだよ。肛門から血が出るんだよ。だから、そこら辺も、みんな要チェックしないといけないよ。だから、トイレ行った時に、うんこするじゃん、正直ね。ごめんね、興奮しちゃって。で、うんこした時に黒かったら、もう血便だから、それはもう病院行って、本当に。血混じってるから。お母さん50で亡くなった。50歳だったね。で、大腸がんで診断されて、ハッタル病院で延命治療。金なかったしね。そう。だからお腹緩い部分もそうだね。もうずっとお腹痛くて緩くてブリブリってやってるのも危ない。ガンっていうのはサインがあるからね。血毛は生えてるの？俺の？俺の血毛は生えてるよ。血毛ぐらい生えてるだろ。
男は。狛江の母ちゃん34歳で亡くなった。え、なんで亡くなったの？それ知らない。狛江くんの歴史とか狛江くんの過去、狛江くん話してんの？34歳で亡くなったっての。で、俺はちなみに遺伝があって、実はお袋舌がんだった過去があるらしい。下にがんができたことがあるらしいんだよ。だから俺もがんの遺伝持ってるんだよ。それがちょっと怖いよね、はっきり言うけど。おばあちゃんが言ってた。で、がん家系って遺伝するからさ、もうそこがちょっと俺は怖くて怖くて。だったらなおさら痩せようよ。がんの前にその体重の方がやばいよ、豚。なんだぞお前豚って。だからお前ワンライブのがんなのか？そういうわけじゃないよね。いや俺でもがんになったらもう好き勝手生きるよ、はっきり言うけど。もう自分を解放する。マジで人生ハイパーモードで、あの、自分をなんとかするわ、はっきり言うけど。がんも自然治癒で治ったっていうこともあるからね。がんがちっちゃくなって取り出せるとかあったし。今もだろ？いや俺は違う、今も違う、関係ないよ今は。ハイパー叩きで行くよマジで。大げさじゃないよマジで。だってでかい病院行くんでしょ、相当だよ。俺ね、牛乳とか飲むと吐きたくなるんだけど、これ大丈夫かな。ミルクティーとかそういうなんかミルク系飲めないんだよ。大丈夫かな俺だから。それヨーグルトはだから、それもなんか吐きたくなる。アルコールもそうだね。ホルスタイン顔してるくせに。ホルスタインっていうのは牛だね。俺もエメラルドマウンテンのコーヒーだけ飲んだら吐く。ああ一緒。そうコーヒーも吐く俺。なんで吐くんだろうな俺。日本の8割は、尿糖不耐性症。あ、そうなんだ。牛乳昔飲めてたんだけど今飲めないね。だから飲むとカピカピになる口が、それで吐きたくなる。こうやってコーラだね。そう、麻雀屋行った時にフリードリンクつって無料のドリンクが出るんだよ。あのコーラって頼んでる。でも俺やばい、そのフリーの麻雀でコーラを飲みながら麻雀打つんだけど、俺1時間にコーラ4杯飲んでるから相当やばいよ。で、麻雀にこもる時あるんだよ。例えばまあ朝まで打つとかね、そういう時とかは昼から打ってて朝まで打ってるっていう時があるから、もう相当の糖分取ってるんだよね俺。で、相当やばいよ俺。お茶は飲めないの？お茶は飲めるよ。何でも飲めるんだけど、コーラにしてる。刺激的だから。てかさ、俺ね、今思ったけど、ネタ探してないわ。今日なんか寝てない？ネタ。ネタないっすか？とりあえず、ゼロワンの病気でしょ？あとは、なんだろう。ゼロワンのネタ、ユッコの復活、それしか今調べてないな。ナナチが心配。ナナチが放送してないね。いいねそれ。ナナチ、放送していないと。OK。ゼロワンって何の病気なの？いや、わかんないんでそれが。だから21日に検査病院、行きます。金ちゃん TikTok 今日やったからね。フワちゃんメガホン16個なし。パニがまた暴れたらしい？それって昨日じゃなかった？いや、進展ないね。ヒヨコンがパニを入荷。そうなんだ。ヒヨコンちにパニちゃん入荷ね。パニちゃん普通に可愛いからね。ヒヨコンでエッチしそうだね、なんか。パニちゃん、あれだよ。なんか、
配達員でエッチしたりとかするらしいからね。行かれてるからね。マジで。ウーバー配達員とエッチしてるんだよ。で、聞いたそれ。天然ちゃんから。配信中声をかけてきた通行人のおじさんと路上でやっちゃったんだ。それもあるの？やばいね、パニちゃん。梅毒持ってない？大丈夫？パニちゃん梅毒持ってたらやばいね、これ。ケイちゃん紹介してあげてよ。ケイちゃんの、ね、ケイちゃんとパニちゃん、お似合いだと思うけどね。あのさ、イーブイさんいるじゃん。イーブイさんとパニちゃんってどういう関係なの？ちなみに。もともとそっからつながりで天然ちゃんが知り合ったと聞いたんだけど。あ、付き合ってた元カノね。なるほど。そっからイーブイくんが誕生したでいいの？あの、パニちゃんが天然ちゃんの時におっぱい出した時あったじゃん。その時男性いたじゃん。あれイーブイくんもしかして。うん。あ、そうなんだ。イーブイくん、じゃあもう本当にパニちゃんから離れてよかったね。爆誕じゃん。ね。北海道札幌のやつね。もう情報が古いんだから、もうそれ言ったよ。ありがとうね、教えてくれて。パニちゃんとパルちゃんは全然面識ないね。うん。いや、全然。助かる。そういうの大事だから送ってよ。あの、古くてもいい。あの、そういうのはスルーするけど、でもそういうの送ってくれると、あ、見落としてたなってあるから、どんどん送ってほしい、DM でね。医者の話を聞いて、火薬が泣いてたらしい、ゼロワンだ。えぇ？かやちゃん、ゼロワンに可愛がってもらってるから、かやちゃんはもうゼロワンが死ぬっていうのは本当に辛いんだと思うよ。ね。もうかやちゃんはもうゼロワンラブだからね。かけさんはもう本当すぐにやられちゃうから、そういう人情がね。うん。ね、クローゼットさん。でも俺ね、クローゼットさんにサメの油の飴もらったんだよ。キャンディーみたいな。サメの油って結構体にいいって言うんだけど、体悪いってのもあるんで、これ、だから、どっちなの？結構食っちゃったんだけど、それさ、美味しかったんだけど、大丈夫なの？それ。サメ油ね、そう。殺そうとしてないよね、クローゼットさん。食いすぎると腹がやばくなるって書いてた。はい、でもありがとう、誰？あ、おかめちゃん、頑張ってね。ありがとう、フォローしときます。今、わかりました。ありがとうございます。すいません。スルーしちゃって。他に何か話題ないの？今、これで話題盛り上がってるんだから、その話題に入れないという状態なら、お前はもう違うとこ行った方がいいよ。ね。お前のために配信やってるんじゃないんよ。みんなのためにやってるんだよ。わかった？お前見たらね、空気読めないカスはいらないんだよ、はっきり言うけど。気をつけろ、お前。うん。イラつくんじゃん、お前。真面目に。マジイラつくわ、お前みたいな空気読めないやつは。なんで俺を怒らせるんだろうね。夜はまったりしてるのにね。パルさん、小町くんやばいじゃん。お金だって負けてないでしょ。じゃあ、1250万は丸々税金来るじゃん。終わったじゃん、それ。うん。いや、そう、ナイス押してよ、ナイス。接戦だから。ひどんなさん、はっきり言うけど、今もういろんな配信が絡んだやつで、今ナイス増やしてるからさ、怖いんだよ。これ、放送終わったら人さんが枠つけると思うから。こう増えるよ、これ。ナイス来たよ。どこでどのタイミングで、デコルテ姉さんもひどんなさんも、実力あるからさ、で、コラボもいろいろしてるわけじゃん。だから、いつ抜かれるかわかんないから押してよ、これ。押してよって言って15人しか増えないってどういうことやねん。
ありがとう、ここ、ナイス。やばすぎね。15人しか増えないという現状。800人いて。いかれてんのか、お前。もういや、ちょっとコラボワークしよう。ちょっと久しぶりに喋りたい人いたから、ちょっと喋っていい？この人にちょっとリクエスト送るわ。出てくれるかな？あれ？パルちゃん。ゼンス君、何してるの？いや、今歩いてる。なんで？いや、ちょっとずっと前にリゼロで俺7万負けたのやってなかった。罰ゲームで。イベント出てる？イベント出てます。罰ゲームじゃないじゃん、じゃあ。なんでよ。イベント出てる。なんでそんなこと言うんだよ。イベント出てる、ネタでやってるんでしょ、それ。いや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 。いやいや、そう、いや、別にイベント出てもいいじゃないですか、別に罰ゲーム。ね、ちょうどネタがないから、これあったなと。いや、別にイベント出てもいいじゃないですか。え、どこまで歩くの？滋賀だね。あ、散歩じゃん、じゃあ。ね。散歩じゃないよ。散歩だ。118キロあるから。ねえ。散歩ではない。大阪から神戸は散歩だもんね。じゃあ、それを滋賀から歩くまでは散歩だ、これ。散歩じゃないですよ。え、滋賀駅まで行くの？いや、滋賀の長浜っていうところ。ちょっと女だ。え？長浜っていうとこ女だろ。女じゃないですよ。なんで長浜なの？いや、なんか、いや、スケロクさんの枠で決まった。あ、そうなんだ。で、今一人で歩いてて。そうですね。どれぐらい着く予定なの、それは、滋賀の。いや、3日ぐらいじゃないかな。散歩だ。いや、散歩じゃないよ。散歩じゃないよ。3日間歩きの放送でネタになるからイベント出てるわけだ。いや、まあ、いや、イベントと重ねてますけど。あのね、正直言っていい、ゼンス君。はい。俺、忘年会出なかったら怒る？え？忘年会何？忘年会出れなかったら怒る？いやいやいや、怒るってか来てほしいですよ、やっぱりね。あのね、15日に俺忘年会行くんで、東京の。え？誘われててね。でも俺前日があるからって断ったんだけど、何して来いって友達が言うからさ、強い言い方でね、俺はお前と友達だって。だからお前が来てくれるの嫌だって、養分が言うんだよ。でも前日君は来てよパルちゃん、あでもまあみたいな感じだから、いやいや来てほしいよ正直。何、別にどうでもいい存在だったら行くのやめようかなと思って。いやいや来てほしいですよ、それはもちろん。え、本当に思ってる、来てほしいって。いや来て、いや来ると思って俺は話してるからね。ヨブは絶対来いって言ってくれたんだよ。だから俺命令口調じゃないと嫌だ。え、養分さんも俺のところに来るってこと？俺、ちなみに養分も来るって言ったんだよ。で、これ誰のおかげかっていうと、はい、俺のおかげなんだよ。ああ、ありがとうございます。それ俺もないしね、連絡で。いやいや、違う、知らなかったから、知らなかったから。そんなわけないよね。養分も全世界のパーティー来るよって。いやいや、来る、ハトは来てたけど、ちょっと疑心暗鬼でね。あ、そこ騙されてるから。はい。いや、だから来てくださいよ。養分にね、養分が17日来いって言うから、じゃあ17日お前も全員使い来てよって言ったら、分かった行くって言ったんだよ。いや、だから来てよ、来てくださいよ。だから養分も来るってことになったから、はい、まずそれを褒めてくれることと、命令口調で来いよって引っ張ってくんないと、俺拗ねるだけだし。いや、ただこねるというか、いや、いや、よ、すごいね、誘ってくれて、ありがとう。すごいね。うん、ありがとう。17日、来いよ。絶対。だって、俺、一旦空気読めないじゃん。いや、いるだけで、
嬉しい。俺見たらでもみんな嫌ってるし。いや、そんなことない。マスコットだよ。マスコット？いや、違う、違う。いや、ひどいわ、マスコットは。違うよ。違う。マスコットって何ですか？みんなにこやかになるってことだよ。やっぱバカにしてたね、心の中は俺のことなんて。違う、みんな、やっぱり、ああ、パルちゃんいるわ、っつって。マスコットってどんなキャラクターを想像して言ったの？今違う。言ってみなよ。いや違う、マスコ、いや違う、キャラクター想像して、どんなキャラクターを想像して言ったんだよ。キャラクター想像してない。それを言ってくれ。違う、キャラクター想像してないですよ。マスコットって言ったんだから、キャラクターあるだろ。じゃあみんなをさ、あの笑顔にする、うん、ね、あれで、うん、豚だと思ったんだろ。いや持ってないよ。なんでぶ、いやそんな思ってないですよ。だって豚だと思ってんだろ。思ってないですよ。来てくださいよ、本当に来て。だってな、善一くん大丈夫、風寒い、やっぱり寒いよ。うわあ、マジか。泊まるとこは今日どうするの？今日はビデオボックスで、うん、うわ、なん、ビデオボックスあるそこらへん。いや、もうちょっとであるから、そこまで歩くの？もう昼からずっと歩いてるの？夕方からだ。あ、じゃあまだ手抜いてるね、完全に。え？手抜いてるね、夕方からだったら。手抜いてないよ、ちょっと。だって夕方っていうのは6時からでしょ。いや、でも30キロ歩いてますから今日。30キロ。あ、そうなの？うん。じゃあ手抜いてないわ。うん。うん、いや来てください、ね、本当来てね。そのちなみにもう一つの忘年会誰がやるの？もう一つの忘年会はだからあれだよ、ネットの王子がほぼほぼ呼んでるかな。あ、まあ、でっかいよね。いろんな配信者来るから奈々ちゃんも来るんじゃない？うん。全福 も、まあもね、じゃあ全福も来てよ、その忘年会。いやダメだよ、ダメだよ。なんでもうだってもうその川上ちゃんも用意してるわけだからダメだよ。いや違う俺は行くんだよ、17日結局ね。うん、だ15日全福も東京行ってやって。いや、行こうよ。うん、全福一緒に行こうじゃ。いやちょっと、いやだ俺はでも誘われてないから。いやいや、じゃ俺も誘われてなかったけど、なんか一人だって寂し、嫌だから全員作って行きたい、巻き込みたい。ああ、まあいやちょっと、はい、わかります。行こうよ、友達として俺の付き添いで来てよ。俺も全員作の忘年会。でもね、俺14日にねちょっと東京に用事あるんだよ多分。え、そうなんだ。だからじゃあ連絡するわ、それ、まあ、うん、え、うん、14日15日に俺はもう15日に行って、まあ、ね、うん、で16日に帰る予定で、もう1日だけもうほんとスッて帰る感じだから。あ、まあね、うん、だからもう本当に行くだけ、誘われたからってもう約束しちゃったからね。ああ、はい、うん、まあ14日行くなら行くよ、じゃあ一緒に。だから15日だって俺行くのは。ああ、いや、うん、ま、話聞いてた、はい、ね、いや15日、はい、行くにしろ、ぶっ飛ばすぞこの野郎。いや、いやだから、うん、ちょっと、はい、東京行ったら行きますよ一緒に、はい、じゃあまた連絡するますね、ちょっと聞いてみる、うん、うん、はい、呼んでいいかどうか。わかりました、うん、はい、ありがとう大ちゃん、ごめんね。ありがとう、はい、またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。だ大ちゃん、大ちゃん、大門徳、大ちゃん、大ちゃん、ありがとうございます。はい、善一くんは本当俺好きなんだよね。うん、夜行バスだろ。夜行バスとか安いからね。今は分からんけど、俺の昔の夜行バスの大阪から東京の夜行バスいくらだと思う？当ててみて。新幹線は16,000ぐらい。そっからいくらだと思う？1900円です。安いだろこれ、おい、夜行バス。
片道1900円で行けるからね。激安なんだから。俺それ乗ったからね。1900円、あのコンビニでその夜行バスの予約取って、その夜行バスの乗る場所を行ったら行ける。ただ隣は絶対誰か座る。だから正直窮屈だった。めちゃくちゃ当時痩せてたから140キロだったからね。でリスナーさんがあので、1900円の夜行バスなんて窮屈でしんどいし、隣に誰来るか分かんないけど嫌だって人いるじゃん。奥さん安心してください、レディース専用のバスもあります。だからキモいおっさんが隣に座ることはありません。女の子専用もあるんでね。で一回だけ高級バスに乗ったことがある。東京から福岡までリスナーさんが撮ってくれて、やばかったよ。個室になってて6個ぐらい7個ぐらいの個室があって、そこに行くともうね、マッサージ、その散髪屋の椅子みたいなのが置かれてて、こう座ってリラックスできるっていう。もうほんとベッドにもなるしね。あれが、その新幹線料金ぐらいだったね。2万ぐらいしてた。席の料金倍だろ。だから俺あの東京から長野県まで行くバスがあるんだけど、それは2席取って行ってたんだよ。でもよく考えると電車と2席取る料金一緒なんだよ。だったら新幹線だよな。電車の方がいいよね。バカだよね。だから俺はきつい思いしながら新幹線代も払ってるってことだから。だからそういうこともいろいろありましたよ。ねえ。あとは、新幹線も2席必要？いや、新幹線は、正直、誰も横座らないように指定席に座ってる。たまにグリーン席座るしね。たまにグリーン席で隣座るやついるからね。マジ鬱陶しいよな。グリーン席、俺、ね、もう正直、迷惑だけど、グリーン席取ったら、もう荷物横に置いてるからね。誰も座らないっていう前提で。そしたら来るんだよ。弁当のカスとか置いてると、座りにくいね。その時に、おい、弁当のカス置くなって怒られたからね。俺が悪いんだけどね。あ、隣マジうざいよな、座れたら。なんで座るのか、なんで取るのかね。座るなと思うよね。指定席座れと思うもん。マジで。邪魔だよ。芸能人は見かけたことないな。グリーン席いたかな、芸能人。正直、人に興味ないから、あんまわかんない。本当ペコペコしてんだろ？いや、だから、そういうふうに言われて、すいませんって謝ってよ。俺が言ったわけじゃないよ。弁当のカスを置いたの俺だからね。俺がヘコヘコしたよ、それはもちろん。当たり前だろ？なんか、明石家さんまさんの、なんか、電車の乗ってる時に、子供をあやすやつ見たんだけど、めちゃくちゃさ、芸能人に優しいんだね。感動しちゃったよ、だから。なんか、電車乗ってて、サインくださいっつって、割り箸の、なんか袋があるじゃん。割り箸入れの袋がね。それにサイン書いてくださいっつって、なんやこいつよって言ったけど、しぶしぶ書いたらしいんだって。で、その、10年後ぐらいに、なんか、またその人と会ったらしいんだよ。で、その人が10年間それのサインを持ってたらしいんだよ。それでどんな時でもサイン書こうと思ったらしいよ。だそういった思いを持って僕もファンと接したいと思ってる。謙虚に行かなきゃね。そう。だからどんなことでも俺はサインは断らないんでね。見かけたらサインくださいって言ってくださいね。僕芸能人じゃないけれど有名人なんで。人気商売はそれできないやつはバカだよな。天狗になるやつはもう売れないね。武田英二さん、うわっ、お前もう少し痩せろよ、やばいって。来た、ケンタッキーだー。明日の今日のケンタッキーだ。来たー。うーわー、ナイス。7000円分買えるよこれ。バケ
バケツとセットに2つだね、佐藤社長の分で。明日食えるよこれ。きたきた、メロンソーダ L だねこれ、完全にポテト L の、ね、ポテト L、 メロンソーダ L ね、味噌カツハンバーグバーガーとバケツね、12ピースのやつね、これ頼むよ。もこれあれやす、明日も太るぞこれ。食いすぎ、エイさん食いすぎなほどね、僕は輝くんです。だからパルちゃんって言われてるのって太ってるおかげだと思うんですよ。僕はそのパルちゃんというキャラクターをキープしたいです。だから死ぬ気でキャラクター作ってるんですよ。そうなんです。だからエイさん、そこは察してほしい。ファンのためなら死ねる、うん、死ぬ気でいきます俺は。エイさん、エイさん高いアイテムナイス。俺来たこれ、君が君が君が、今日のアルバム席をダイハツ、今夜は君がトップガン、君がいなきゃやってけない、1万6000円、1万7000円の超高いアイテムナイス。ドンチキありがとうございます。いやでも夜の放送はアイテム欲しいがためにやってないよ、はっきり言うけど。もう絆、そのはっきり言うけど、次のイベントに生かしたいってことよ。要するにここでいっぱい喋ってて、うわっ、おーやばすぎる、エイジさん、お前関取より重いぞこれ。なんか前も言われた気がするねえ。ウルトラドンチキ、君が君が君が、今日のある席を開発、今夜は君がトップワン、君がいなきゃやってけない、キキキンキンキンキキンキン、ウルトラハイパーミラクル、ウルトラドンチキナイス、ありがとうございます、ありがとうございます。きたこれ、またリアツ来ちゃったよ。これクソ高い高いアイテムだからね。マジかよこれ。1万6000、1万7000のアイテムだよこれ。エイジちゃんありがとうございます。俺昔から投げてくれてるからね、エイジさんは。そう。でもあんま配信やらないから、エイジさんも来るタイミング見失ってると思うんだよ。だからこうやって深夜枠やってよかったよ、これ本当に。しゃあしゃケンタッキーじゃないよ。うん、ポークステーキっていう、出前があるんだよ。それ頼むよ。9800円ぐらい。確か。それ買うよ。高いね、ステーキ買うよ、明日。9800円ぐらいのステーキがあるんだよ。ポークステーキっつって。ランク上がったね。食って食いまくるよ。次のイベント何出る？いや、イベントはちょっと当分出ないよ。うん。だってもう出たもん。疲れるでしょ。ね。だからそのイベントはしません。はい。で、夜の放送枠はリスナーさんの笑顔が大事なんでね、うん、ケンタッキーより焼き鳥だから。あのね、なんかうまい焼き鳥屋さんで見かけたことあるけど、なんかなんだろう、なんだっけな、なんかあれなんだっけな、ちょっと忘れちゃったけど、ピーマンの中に肉が入っている美味しい焼き鳥があるんだよ。それ食いたい俺。ちょっとわかる人いる？なんだ、なんていう焼き鳥なんだろう、あれ。ピーマン肉詰めみたいなやつがあるんだよ。鳥貴族。いや、あのね、連れてってもらったんだよね。社長に。その時に食わしてもらったんだけど、あれが美味しかったんだよな。なんだっけな、あの串焼きのピーマンの肉の入れるやつ。全然カロリー違うからヘルシーだもんね、エイジさん。でもお酒飲んじゃうでしょ、それでトントンになんじゃない、うん、ピーマンの団子じゃなくて、いや違うねそれは、あ、つくねだったかな、ピーマンの中につくねが入ってたんかな、あ、それが美味しかったね俺。ピーマンがうまかった、うん、違うよお前だ、うん、エイジさんどういうこと、お前だっていうのは、あ、俺がカロリーが違うってこと？なるほどね。まあ、焼き鳥か。焼き鳥はなんか食った気しないんだよな。ご飯って食いたいんだよね。でもご飯って焼き鳥って合うけど、でもそんなちょっと違うじゃん、なんか。違くない？生ピーマンつくねもうまいよ。最近海外でさ、生野菜食ってなんかパンかじる動画流行ってるんだよ。
あれやろっかな、じゃあ。あれヘルシーだし。なんか、味酢もつけていいんだけど、生野菜食うんだよ。それ食ってパン食うんだよ。で、牛乳飲んでね。あれ、どっかの国の食い方なんだよね。あ、そうなんだ。あれ、めちゃくちゃ美味しそうに見えるんだよな。あと、俺ね、飯トレ配信で、東出のやつ見てる。ゼロワンはね、TikTok やってますよ。ただ、胃がんかもしれません。ねえ、まだわかんないんですけど、吐血しちゃって、まあ、その、病院の方で検査するということらしいです。はい。まあ、胃がんっていうか、胃がんか、なんか食道炎みたいな炎症かっていうことで、まあ、半々ぐらいに分かれてるらしい。だからでかい病院に、なんかね、紹介されたからそこで検査するらしい、胃カメラで。検査入院するらしいですよ。うん。東出のパスタのやつ見たか？めちゃくちゃ吸い込んでたぞ。東出の食べっぷり好きだわ。ジビエってやつ、あれ食いたいわ、ジビエ。熊のさ、煮込みめっちゃうまそうだったよ。あ、胃潰瘍ね、そうそう、胃潰瘍。うん、胃潰瘍か胃がんかみたいな話だったね。ジビエ、ちょ、いいよね。なんであんな美味しそうに見えるんだろう。キツネを食ってたよ、キツネ肉で。ね、アナグマのやつ、そう、アナグマのね、なんか油だらけのやつを、もう煮込んで、もう本当にご飯とカーってかき込んでた。あれうまそうだったな。ゼロワンの張り手事件笑った、懐かしい、あれだね、水根のやつかな。油うまそう、いやうまそう、パスタもうまそうだったね。うん、鹿の肉使って鹿パスタみたいなやつやってたね。うまくはない、なんかね、腰なんか癖が強い肉食いたい俺は。あいつはごま振りすぎじゃない？確かに。ごまっていうか調味料めっちゃかけるよね。スパイスとかさ、味濃そうだよね、なんか。はっきり言うけど、本当にうまいのかどうかちょっと気になるけどね。もうアホみたいに入れるじゃん、味付い。ね、胡椒何回入れてんのってぐらい入れるじゃん。ねえ。やばくな、あれ。癖になる味がいい。でもうまそうに食うからうまいんだろうな、あれ。食べたいわー。東出のご飯。ね、ジビエで。たくさんかけないと癖んだろ？うん。お前もな？いや、俺ジビエ料理で一番食いたいと思ったのは熊の肉だね。その煮込みご飯と、あとなんかなんだっけな、なんかうまそうに食ってたんだよね。忘れちゃったけど。なんか、鹿肉を使ってのなんかやつ、パスタだったかな。なんかうまそうだったな、あれも。5時がひどい？俺が？来月コラボイベ出てほしいから、今月頑張ってほしい？いや、無理だよ。だって、今月のスタートダッシュでもう9時出るもん。はっきり言うけど。だって、もう1000万、800万の世界じゃん。ね。その順位に、俺は160万っていうすごい、ね、すごい順位だけど、差が開いてるから無理でしょ。聖杯の力強すぎて、来月は無理だね、ちょっと。出れないわ。うん。熊の肉っていやらしいな。元カノ思い出してんのかよ。お前らはいやらしいわ、ほんとに。熊って言ったら、その元カノのこと思い浮かべやがって、ほんとに。熊見てお前、突っ込んでんだろ、おい。なあ。ツイッターで流れてきたよな、熊のやつ。ね。だから、一日の DVD ランキングとか5位とかだったらしいよ。すごいね。熊の DVD 売れてるらしいよ。だからめっちゃ出てるね、なんか熊。見てないけどね、俺は。くだらないデブ調子乗るな。間違いなくお前がね、調子乗ってるよね。コメントで。人の枠来て調子乗るのとか。やばくない？お前。マジで恥知れよ、恥よ、オーロラってやつ。アカウント出して。お前が恥知らずだよ。エロ神様いらっしゃい。牛の肉の寿司？
まとめ撮りでしんどかったってインスタに上げてた。そうなんだ。まあどうでもいいけどね、そんなのは。ただ、まあてっぺんをね、目指して頑張ってほしいぐらいですよ、俺は。はい。花嫁がリスナーに、巻き舌恫喝始まりました。怖いです。花嫁なこれ。花嫁、花屋がリスナーに巻き舌恫喝始まりました。怖いです。花屋はいつも切れるとリスナーさんに対してそういう対応するからね。もう怖いんだったら見ない方がいいよ。絶対に。もうね、嫌な配信者とか、ちょっと関わりたくない人とかは見ない方がいいと思う。絶対その身の自分のためになるよ。だから、そう、俺の放送も嫌だっていう人は見なくていいしね。その嫌な放送を見る必要性はないんで、見るから嫌になるからね。離れることが一番大事だよ。至極真っ当なお前の相談に乗るとね、うん。見ないことが大事。で、コラボしてて見たくないなって思ってても、まあそれは、そいつを無視して、その人だけ見てればいいんじゃない？ね。で、そのコラボの時に、もしね、ちょっと改心したなと思ったら許してあげればいいし。まあそういうもんじゃない？うん。ふわち年間ランキングパルいない？プラチナプラスだぞ！ふわち年間ランキングに俺がいないわけないだろ、お前！なあ。意外にしろよ、ほんとに。プラチナプラスの俺が年間ランキングいないわけないだろう。ふわっち年間ランキングが出てる？それ、今見れるの？うん。何ふわっち、あ、これ？年間ランキング2024。2024年、まもなくフェナーレを迎えます。そこで2024年ね、活躍された配信者が称えるため、年間ランキングを実施いたしました。年間ランキングに入賞された配信者がまもなく、年間ランキング限定の受賞歴をプレゼント。はい。で、俺はどこにいるのっていう話でしょ。これがランキングのやつか。田崎は、男性部門に10位以内には、入ってませんってことなんで、田崎弱いです。はい、残念ながら。すごいねこれ。これいくらになんの？待ってよ、計算するね。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万。おっ、3億1825万3479ポイント。セイズ3億円稼いだってこと？やばすぎるでしょ。で、機長さん、でもここでもさ、すごいね、1億7000だ、これで。1億7000でもすごいのに、この倍を稼いでるわけだ。政治リスナーさん、すごいね、これ。で、養分でしょ。で、イキリスト、イキリストもすごいね。あんだけアンチって嫌われてるのに、4位だからね。で、小前くん1億。あ、小前くん1億円？税金大丈夫かな？天然茶1億円？うーわ。部長山田、7000万。で、ミスターギリキャラ5000万。パンダ番長が5000万。ウッキーが5000万。で、田崎は？ねえ。田崎、今年の税金安そうです。よかった。よかった、稼いでなくて。税金安くなるわ。な。ね。他より安いわ。逆にね、目つけられちゃう。これ、上もいやらしいよね。税務署で目つけさせたいんかな、これ。ねえ。いやらしいね、このポイントなんてさ、年間出しやがってね、これ。税金が大変になっちゃうじゃん、これ。ねえ。で、女の子見るか？女の子。女の子。リリーさんすごい、7000万だ。で、パンちゃんね。で、女の子は？誰だ？
ハイボール小雪さんすごっ。マジ1億円やっぱすごい。女帝だね。え、リリーさん意外にすごいね。なんやかんや。めっちゃ稼いでんじゃん。うん。え、まゆちゃんだと思ってた2位とか3位は。パンちゃん。で、4位がまゆちゃんか。で、5位が、黒もちさん、やむちゃん、あ、ともちゃんね。で、メロンちゃん、にゃんちゃん。で、マイティっていう方、マイティ吉。あ、でも女の子の方は、まあでも、すごいね、それでも。え、これ自分のランキングも見れるのかな？何位だったか。これって自分のランキングを確認していけるのかな？マンスリーとかデイリーは出るんだけどね、自分の順位は。俺多分、ほんと予想すると、ガチの予想で言うと、76位とかじゃない？ああ、多分だけどね。76位？そこなんじゃないかな。もっと上なんかな、俺。どうなんだろう。でもこうなってくると、プラチナプラスじゃ効かなくなってくるよね。ブラックプラスとか出てくるんじゃない？これ。ねえ。プラチナより上に。これじゃあね、俺がプラチナプラスだったと場合、一緒じゃねえよってなるわけじゃん。でも来年は、これ、せいじさんのことを抜く。それだね。15位もないと思う。プラプラ結構いるよ。なんか、100人ぐらいいるんじゃない？年間出るの初めてだよね。しかも年間出てこれさ、何がもらえるんだっけ？賞金もらえるのこれ。多分ね、これね、ランキングの表示だけがもらえるんでしょ、これ。受賞歴、年間ランキング限定の受賞歴をプレゼントでしょ。だから、正直、いらないね。受賞歴だったら。こんなのは。ポイントくれるならいいけどね。でもケチだよな。これだけ稼いだ人たちに、じゃあ、賞金渡しますとか言うぐらいね、生きがい見せてくれよな。ケチンボーだよ、はっきり言うけれど。ね、それぐらいもらわないと割に合わなくね、受賞歴だけじゃちょっとかわいそうだよな。例えばさ、ブラックプラスとかね、そういうなんかランキングをさらに上げるとかね。だそこら辺が TikTok と遅れてるんだよ。TikTok はレベル50がすごいじゃん。でも今プラチナプラスじゃん、このランキングの部分で言うと。だからそこ上げないとね。パリさんごめんね、俺売名行為で変なこと言うんだ。オーローラさん、あ、いいよ、全然やりなよ。俺は別にお前にひどいこと言われたけど、でも全然怒ってないから、いつだってね、お前の売名道具になってやるよ。どんどん騒ぎな。大丈夫だからね、もうどんどん言っていいよ。オーローラさん言ってみな。今売名していいよ。言っていいよ。コメントで書いてみな。俺に喧嘩ってみな。書いてみな、オーロラさん。いいよ、書いて。俺マジで怒んないから。一回書いてみな、さっきの勢いで。絶対怒んない。売名にさせてやるから。優しい。いや、もうオーロラさん、そんなんいらないんだよ。もう一回言ってみな、俺に悪口。一回書いてみな。一回書いてみな。ほんと大丈夫だから言ってみな。書いてみな、オーロラさん。書きな、それほんとに大事だから。喧嘩売っていいから、全然。書いてみな。書いてみなよ。無理、優しい人にはもう無理です。なんだこいつは。もうそこもほんとセンスないわ。俺のごめんね、これ。もう書いてブロックですというオチをつけたいのよ、俺は。
ねえ、ブロックしないけどね。おお。いあのね、優しい人間は配信界で生きてられないよ。悪いけど。どこか鬼にならないといけない部分があるから、マジで。なんかそういう風に優しさをやってたら優柔不断になるからね、配信者とかリスナーさんもやもやしちゃう。本当に有名になりたくて人気になりたいっていう売名をしたいっていうんだったら、吹っ切れないと。ね？だから、オロラさん、そこは、もうオラオラでいいんだよ。うん。パリちゃんも鬼なの？俺も鬼になるときあるよ。マジで炎上しても、もうそれはするじゃんってことだよね。じゃあもう無理です。オーロラさん優しいのね。おー。だったら悪い人間見つけてそれ叩きな。そしたら売名になるから。うん。あの一番手っ取り早い、その売名の仕方っていうのは、もう大手配信者に喧嘩売る。大手配信者にやったことに対して自分の信念やね、そういう部分が曲がってると思ったら言いまくる。それが大事だと思うよ。うん。悪いやつ叩きな。優しい人に変なこと言えないよ。あ、そう。小原さん。パルちゃん、クレシーに似てるね。赤い服着てるからね。うん。髪型も、ちょっとしんのすけっぽいでしょ。ええー。こいつは腹黒？でも腹黒いっつっても、手の内見せてるからね。本当の腹黒いやつって、思ってて言わないってやつだから。俺は言うから。うん。わかる？そんなことを全然思ってないくせに、それを思ってるかのように言ってるやつが腹黒いから。俺のは違うもん。言ってるもん。例えば誰言ってみて。そんなん誰かとは言わないよね。誰なのそれは。逆にお前らが思うやつ言ってみろよ。書いてみろよ。腹黒いと思うやつ。誰なんだよ。ねえ。あ、書いちゃってるね。配信者言ってました。俺の枠でブロックするとゴキブリプチプチ、ね。ゴキブリホイホイだって。ええ。書かない方がいいよ。俺の枠は見れるけど、他枠ではね、見れなくなっちゃうよ、これ。大丈夫、見ないから？いや、見ていいんだよ、全然。うん。はい、はい、はい。もう、ゴキブリホイホイですね。NG 入るよ、これ。残念ながら。やめた方がいいよ、これ。佐藤さん帰ってきたね。うん。今日は早いね、帰ってくんの。ああ、なるほどね。なるほど、なるほど。これスクショしとくか。パニちゃんとヒヨコン。パニちゃん、声だけなんだね。はいはい。あれ、なんで俺、エビさんのことフォローしてるんだ、これ。外しとかないと。おかしい、なんでフォローしてんだこれ、エビゾーのこと。あれはイライラする。だからオーロラさんもなんかいろいろね、俺の枠でコメント打ってるけど、ここでコメント打っても売名にならないからね。あのこのひよこみたいにいろんな女性と絡んで入荷して、それで自分の知名度を上げて自分の人間性を知ってもらってファンをつけるっていうのが利口だから。うん、あくまでもマウントを取られるなよ。マウントを取られる状態の位置で、それをちゃんとゆっくりと自分が被害者ですよっていう風に被害者ぶらないと人気が出ないよ。ねえ。調子には乗らないように。ええー。直樹の枠行こう、オーロラさん。エビゾーは世界が驚くぐらいに性格が悪い。お、エビゾーは性格悪いと思うよ。ええー、間違いなく。俺は、エビゾーに、ね、沖縄で買ったガチャガチャのやつがあるんだよ。500円で。それリスナーさんあげたんだよ。カラオケの机の上に置いてたら、エビゾーそれ取り上げてね、俺のことを、モンスターボールってぶつけてきたんだよ。結構強い力で。俺忘れないからね、あれ。うん。
俺は忘れもしないよそれは。ね、俺は捕まえようとしたんだよ、沖縄のシーサーのねガチャガチャで。でリスナーは笑ってるんだよ、その上げたリスナーさんは。ありがとうね、オララさん。俺はどんだけ悔しい思いしたか、お前らには分からないだろうね。俺がどんだけ辛く辛くね、耐えてたか。お前ら伝えてやりたいよ、これ、はっきり言うけど。あんなのね、ナイス負けるのよ。ナイス強いよね、ほんとに。え、いいよ。な？いつも2位じゃん。ね。でも今、駒井くんがすごいからな。セイジが昔みたいにパルちゃん頑張れって。 ありがとうセイジね。でもセイジ今日放送見てたらなんかちょっとディスってなかった？パルちゃん夜枠になると200人しかいないでしょってね、応援されてないよねってチクチク言ってたね。俺見てたからねセイジ、金借りてで見たから何も言えないけどさ、見てるからね俺。昔の俺だったらそれね使ってなんだセイジこの野郎って言ってたけど言えないからね。俺見てるからせいさんのこと。その続きにあの駒井くん、なんか俺のあとおまけだったんで駒井くんのこと結構言ってた。結構ね駒井くんを中心に話してたね。で駒井くんのリスナーさんがせいじの来て駒井くん可愛いみたいなコメント打ってたんで、そしたらせいじさんが駒井くんが可愛い、じゃ駒井のとこ行けよっつって、俺のとこ可愛い、俺のことを可愛いっていうリスナーさんだけでいいんだって言ってたね。うん、見てたけど。ジェラシーしてるんで、ジェラシーね。ちなみにせいさんのことは嫌いじゃないよ、めちゃくちゃ好きです。俺だってせいさんの優しさを知ってしまったから。あんないい男いないよ世の中に。うん。あ、ちなみに、てつさんと最近連絡しました。また、ちょっと遅れてるんで待っててくださいって来てる。だから、ちょっと来年になるかも。一時期、確執があったけど、セイジとか、ヨウブンとか、ゼロワンとか、みんな喧嘩してる。でも、喧嘩したことによって、こうやって仲直りしてるから、そこでこの関係性があるからいいと思うよ。うん。まあ、今は俺立場弱いけどね。金借りまくってるから。俺リスナーバカにしてるらしいな。ヨウムのリスナーでバカにしてないよ、ヨウム。これマジで。あのね、ヨウムのリスナーのふりしたアンチがめっちゃ来るのよ。俺は言ってるよ。これヨウムリスナーじゃないからねって。なんか、ひたすらタヌキで、ヨウムに電話しろってね、コメント書くやついるんだよ。ヨウムに電話しろ、ヨウムに電話しろって。で、しつこく言うわけね、それを。だから俺はそれ言ったんだよ。養分は今放送中だから電話なんてしなくていいだろうと。それでも言うんだよ。だから、これ養分のリスナーのふりをしたアンチだなって言った。だからそれだね、完全に。本当ならいいけどね。アルテメット養分さん、一番バカにしてるのはあなたでしょ、俺のことを。言っておくけど。リスナーを置いといてね。ヨウブンさん、あなたが一番、俺のことをバカにしてるのは、知ってるんだからね。いい加減にしなさいよ、あんた。でももうバカにできないよ、ヨウブン。だって俺は、コラボ勝ってるから。もう、一番弱い、パルちゃんに負けるとか、一番弱いパルちゃんに負けるとか、弱すぎとか言うのはもう言えないよ。駒井くんにも勝ったし、香川さんにも勝った。ねえ。これはもう養分ね。パルちゃんコラボ強いねって言ってほしいね。うん。ああ、ありがとうす、養分。ありがとうす。養分、聖杯やらないと。まだ天然茶やってるからね、放送。頑張らないと、養分も。あ、天ちゃんも終わってるね、これ放送。なるほどね。今、天ちゃんと養分の激アツデッドヒートだからね今。うん。ふわっち大賞2024。
あ、じゃあ駒井くんってやってんだ今。読む。駒井くんやってるよこれ。また抜かれてるよこれ。大丈夫だろこれ。せいさん、いやえぐいね。でも結構ね、1000万ポイント差あったのに600万ポイント差になってるわ。すごっ。何この後半のレベルの高さ。ねえ、強いねみんなマジで。何これ、これいくらぐらい稼いでるのマジで気になるわ。これだいたい3割か4割だから4500はいってんだろうなこれ。養分のコメント読んで。負けないから大丈夫、五条悟みたいな言い方じゃん。大丈夫、僕最強だからみたいな。まあでも駒井くん多分寝ずにやると思うよ。で朝は意外に朝早く起きるからね駒井くん。で酒飲んでるから結構長くやるよ放送。4時間ぐらいやんじゃない。な、確かに、まあ、放送長くやっててそっから下に会うっていうのはならないね。うん、本当に全力でやれば確実にお前も仲間入りできるのに。いやできないね俺は今の俺じゃ。マジでこう深夜の枠をちょこちょこやって絆を深めてやらないとね。もうだからとりあえず俺のやることは配信時間を長くやる。これが俺にとっての成長になるからやるわ。こうやってイベントの時は養分駒井みたいにやって。いやーあれはちょっと無理ができないわ。耐えきれへんわあれ。だってあんだけやってたら喋ることもなくなるやろ。だって8時間12時間の世界じゃん。もうそこまでいったらもう頭おかしくならない。何話せばいいか分かんなくなるよね。なら東方配信とかしたらええやん、全員つくみたいに。うん、いやイベント下手っていうかみんなうまいよね。うん、イベントアイテム投げてるのにありがとうって言われないのはちょっとね。いやありがとう言ってるけど、まあ多分ね見落としちゃう部分あるから、そこは本当ごめんなさい。うん、反省してます。動くのがしんどい体重。パニーがヒヨコンタクに入荷されましたよ。エッチ絶対するから見てて。うん、ヒヨコン絶対ね、パニーとエッチするから見てて。喧嘩配信が一番面白いよ。外配信の時の方がアイテム飛んでるし。そうだね、最終日ね入賞できたもんね。大阪来てポーカーにハマって。うん、いや俺養分をポーカー誘いたいんだけど、養分はマジ来てくれないんだよ。だから今度イベント終わった後でいいけど無理やり誘うわ。ポーカートーナメントの面白さを教えてあげる。身内ポーカーもいいけど、マジでポーカーのトーナメントを教えるから養分。だからでかい一回大会来て、で養分15日にさ WPT 行くでしょ。あ違う間違った、忘年会あるでしょ。それ何日インするの。イベント終わった後に行くでしょ多分。13日とかでしょ。13、14とか。あ、14日だからその時にでっかい大会あるんだよ。うん、あのポーカーのめちゃくちゃでかい大会、世界規模のね。それ一緒に行こうよ14日なら。うん、イベント終わってるしね、その時確か。13日からだけどね、初日は。あれ死んじゃったかな、返事がないな。ポーカーの熱い話すると消えるんだよね、養分。これ死んじゃったかな？いや、絶対行かないじゃん。だから俺いつも一人なんだよ、ポーカーのトーナメント、孤独で。あ、ネットの王子と行くよ。もし行くなら誘ってって言ってたから。それなら来るでしょ。王子が来るなら行っちゃうでしょ。ね。
俺2人だったら嫌だもんね。王子ワンクッション入れてくるもんね、ヨウンは。善逸くんは14日って言ってたけど、なんか用事があるらしいから、その時誘えないんじゃない？うん、あれ、養分にはハイローラーっつってめちゃくちゃ高い大会出てほしい。10万払って出る大会あるんだよ。賞金もバカでかいけどね。それ出てほしいわ。パルちゃんには配信とポーカーのプロ両立してほしい？うん。ポーカーのことっていうか、まあ話題に入れるのもいいよね、ポーカーの話は。マジで。王子大阪来ないよ。あの東京で忘年会やるからさ、15日に。だからそこで、13、14、15、16日にでかい WPT っていう大会があるんだよ。ポーカー大会、あの深夜までやってるね。あの昼の12時から深夜までやって、朝の11時から深夜の、5時までやってる大会があって、それが4日間通してやるんだよ。東京国際フォーラムっていうところでね。あんたポーカーの話になると元気だね。リリーさんが男の話をするときと同じぐらい元気になります。それぐらい元気ですよ。俺もリリーさん見ましたよ、マサヤンのやつ。なんか浮気されてた話ね。ねえ、あれ本当なんですか、リリーさん。嘘こきじゃなくて、なんか浮気されてたっていう話をなんかテレビのニュースに流れてるやつ見たけど、あれは10年前で、前は25の頃の話ね。だからそういう話したから本当なのかなと思って聞いてたけど、マサヤンのその録画で見たけどね。何の話？なんかね、テレビの取材で自分のなんか恋の遍歴みたいな質問コーナーがあったんだよ、インタビューで。その時にリリーさんが質問コーナーにちょっと回答してたんだよね。私は、付き合ってた、当時付き合ってた男の人がいて、なんだっけな。リリーは今50なのに、そんなわけないよね。なんか当時、その彼と付き合ってた方が、めちゃめちゃ女をとっかひっかい浮気してた、みたいな話してた。うん。で、私はそれで、失恋したみたいな話をしてたね。うん。は、養分だから、養分だからインタビューの時40なってことね。なるほどね。だから昔の話をしたってことでしょ。なんか、なんだっけ、ビビットっていうなんか、報道番組だっけ？うん。それに出てたんだよね。まさやんの動画見たけど。めちゃくちゃ画質悪かったんだよ。リリーさん綺麗だよね。ね。インタビュー40で浮気されたのは25の時ね。うん。でも、リリーさんなんか前、ほら、なんかテレビのやつでさ、ホストがハマってた時なかった。あれは何歳の時なの？うん。40-10は30だろ？それ言うなら15年前だぞ、と。今からなら25年前だぞと。リリーさん言われてるよ、これ。だから今、養分は、何を言ってんだ、この女はって言ってんだよ。何わけなわかんないことを言ってんだ、と。いつも口癖で言うよね。養分が、よく言うやつ。何をわけのわかんないこと言ってんだっつって、こう、タバコを持って、パンパンパンって叩くんだよ。俺結構見てるからね。やるよね。こう、タバコ持って、いや、何わけのわかんないこと言ってんだっつって、パンパンパン叩くんだよ。やるんだよ、養分は。俺よう見てんだよ、それ。リリーってさ、50超えても見込んで不発してるようなおばさんじゃん。なのに偉そうに。あんまリリーさんのヘイトが向いてるから、ちょっとリリーさん電話して、ちょっとリリーさんのガス抜きします。あれ、なんか連絡来てるな、これ多分。うん、ちょっと待ってね。リリー、リリー。
決めたね。リリーさん、あれリリーさん、アイコより連絡取ってないわ。マジか。全然連絡取ってないリリーさんと。なに、あんた深夜に。寂しくなってスナックのママ感覚で電話しちゃいました、すいません。あんたポーカーの話の時だけあれ元気で目がキラキラしてるね。すいません。うん、何大会があんの？そうなんですよ、13から16までの大会があって。リリーさん行きます？一緒に。いやどうせ負けでしょ、勝つなんだ。トーナメントだから、その賭けポーカーじゃないからね、スポーツだから。うん、あ、いや負けるようなこと絶対したくない。いや、なぜ負けるのすんの、あんた お金をね、うんうん、持ってかれちゃうんだよ。いや俺ね、なんやかんや今ポーカーでインマネしてる額が30万ぐらいです。どういうこと？その趣味ね、あなたの本業それは。もしね、あんた配信が趣味、本業はポーカーでしょ。そんなことないですよ、配信が本業、うん、ポーカーが本業です。どっちも本業です。そんな2つ無理よ、本業。あんた趣味が配信ね、まあ時間の割合的に言うと本業がポーカーとかギャンブルがね。そんなことないよね、深夜最近やってるから。その舐めないでリリーさん俺を。あんた意外にしなさいよ。リリーごときが偉そうに。あ、コメント読まないでリリーさん、ごめんなさいね。はるちゃん480バース、リリーさん お眠だからね、リリーさんもね。でもよ、疲れてるこっちは。あ、リリーさん養分のコメント読んでない。君と違ってね、君と違ってこっちはね、うん、51でね、体張ってね、何年も毎日コツコツ配信してんのよ。わかる。あんたサボりすぎ、羨ましいわ。あんたみたいにね、のんびりやりたいよ、うん、こっちも。もう隠居したら。いやー。うーん。あ、お酒飲んでる？いやーねー。お酒飲んでる、ね、エッチだよね、なんか声が今今日。雰囲気が。何言ってんの、あんた。いや雰囲気ちょっとエッチや、エッチだよね、なんか。考えすぎだな、あんた。考えすぎだな、なんか。あ、なんかほろ酔いリリーさんだよね今。違うよ、お風呂上がってきて寝転がってるだけなんだ。エッチだね。寝てんだよ、もう眠れよ。2時22分って、にゃんにゃんにゃんの時間だよ。にゃんにゃんね。でリリーさん、さっき養分のコメント読んでたと思うけど、うん、なんかすごい反論してたじゃん。だから、うん、あれね、うん、インタビュー受けたのが40歳ぐらいの時なの、はい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 、うん、で、あなたは彼氏に浮気されたことありますかって言われて、ビビッドで、うんうん、それで、ね、うん、まあ、25、6の時の話をしてたっていう話。ああ、なるほどね。そのビビッドで、うん、若い時の話ね。そうそうそう、恋愛してないから。え、それ本当なの、その話は。嘘こきじゃなくて。なんで嘘なんよ。いやだから配信とかする前の話やで。しかもそれ、あれ採用されるかどうかわからん感じの街角インタビューで、うんうん、10年前ってすごい若い時のリリーさんだよね。あ、可愛かった、普通に。ちょっと痩せてたら、あの頃はね。いやでもリリーさんごめん、やっぱマサヤンの動画のやつ見たけど画質悪すぎて、うん、マジリリーさんの。じゃあ、あれでマサヤンに送ったんじゃないもん。あれなんかヘイヘイとコラボしてて、うん、なんか過去の男のエピソードみたいな時にあれを参考に見せるのに、うん、とりあえず保存用にマサヤ、誰かのところに送ったのを取り消すの忘れとって、うん、マサヤが勝手に X 載せた。あ、そうなんだ。うん、なるほどね。テレビの録画ね、あれ。テレビに載ったやつを誰かが録画したやつやで、うん。あ、そういうことなんだね。そうそうそう。あったあった、俺撮ってる写真。これ10年前のリリーさん。ただね、はい、本当に画質が悪いんで、これ。これね、悪意とかじゃなくてね。直撮りしてるんだよね、これ、うん。めちゃくちゃ悪くてさ、どんな角度撮ってもいい写真撮れないんで、これ。だからこれがいっぱいいっぱいですね、俺。何が昨日のある、何が見てます。アルテメット養分の目さ。天然さんです、ね、ヘルメットが、ほんま、うん。アルテメット。パルちゃん？はい。どうしたの、最近、ほんと。どういうこと、どういう意味で。何やろ、この間のフワチ大賞。フワチ大賞？うん、あ、入賞できなかったこと？うん、
完全に実力不足です。すごいポイントやった、びっくりしちゃった。あんたやったら1位ちゃうの、2017年とか16年ところ普通1位でしょ。パルが、だから機長さんいたからね、その時。いやでも昔ならパルが1位だよね。リリーさん実力不足なんですよ、うん、だからもう俺深夜枠ね、イベント中じゃないけど頑張ろうと思って今深夜枠頑張ってやってます。うん、頑張ってほしいね。うん、だから俺本当は実力あるからね。嬉しい。隠れたボス感、隠れたボスキャラみたいな言い方、だって本当は実力あるもんね。真剣にやったらガチで、真剣にやってるんだけどね。真剣やったらマンスリーは3位勝てがね。それ言い過ぎだけど、いや、まあ、だってマンスリー地取ったしね、芸人前ね。みんながじゃあこれ俺が時代が遅れてるだけであって、うん、みんな進化してるんだよ、それに追いつけてないんだよ、まあ、確かに、うん、あのポイントえぐいもん最近の。そうだよ、最近の前やったら700万ポイントで1位やん。異常者だよ、あんなポイント、うん、マンスリーな、うん、でも今はもうやばい、2000万とか。でもリリーさんもすごいじゃん、女性部門で2位とか、ね、まゆちゃんが2位だと思ってたもん。あんた7000万も稼いでんの。私でしょ。あんたふわっち7000万稼いでんの、あんた。え？7000万。あ、そうなの。そうだよ、書いてた。見てない？ふわっち大賞のランキング。あ、見た見た。数字言わないで、あんた。そんなやらしい。いや、あれはポイントじゃないの？いや、年収じゃないじゃん、あれ。うん、その、あれでしょ。その、ポイントで、そっから、あれでしょ。自分に半分ぐらいでしょ。じゃあ4割か。じゃあ4000、3000万ぐらいか、年収。いや、もっとあるやろ。もっとあるの、うん、レリーさん。うん。え、じゃあ、やっぱ4割じゃないじゃん。4000万じゃかれる。あんたも、すごいな、あんた。うん。なあ。うん。レリーさんは、普通に、51歳っていう年齢って正直ハンディキャップだと思うんですよ、正直ね。しかもね、あの、うん、あれね、女の人がうちんとこ投げる人。あ、そうなんだ。95%。うん。すごいね、これ。もう隠居してくださいよ。若い子たちに。いや、もういいでしょ。もう、もうええでしょ。潰れへんから、ふわっち。もうええでしょ。もう隠居してる。もうある限り頑張っちゃうから疲れるから、こっちはもうマジでさ。指導員としてちょっと頑張ってほしいよ、あんた。世代交代してよ。いや席開けてよ、あんた。いや、負けられんの、まあ、こっちはね。ちなみに、プレッシャーある。リリーさんにとって配信者のライバルって誰なの、女性で。ライバル、うん、いやまあ、ポットでとかいっぱいおるけど、結局さ、うん、一瞬とかなわけやん、このトータル見ると。うん。やっぱ小雪ちゃんとかかな。はい、ハイボール小雪ちゃんね、すごいよね、あの子もね。すごいな。うん。だ今女帝2位だからね。女帝はもう小雪ちゃんだから。小雪ちゃん1位、私2位、3位誰だ、パンちゃん、4位が、うん、あ、まゆか。まゆちゃん、まゆちゃん。だったっけ、あれ、うん、今年は。まゆちゃんもすごいけどね。うん。でもリリーさん。まゆはまゆつらんがす。あ、まゆちゃん。うん、うまい。の今甘えたの、今俺に。いや、それよりさ、今甘えた声したよね、俺に。いやもう、うんうんうん、寝転がりながら喋ってるっつうの。あ、そうなの、びっくりした、甘えてきたのかと思っちゃった。いや、こっちはでもさ、ガチ恋とかいない分すごいない、うん、いや、すごいわ、女の子からのさ応援やで、すごい、あの、すごいセレブな人に応援されて、いろいろリリーさんの積み上げてきた経験だね、関係も、うん、すごいよ。でもね、あれなよ、ずっとな、うん、投げる人ね、あの6年間でね、うん、男性が1位やったことがね、6年間でやで、あの、うん、72ヶ月中3回しかない、これやばいよね。やばわ、男性1位とかだよ、普通女の人の投げ人って。こんなこと言いたくないけど、うん、ひどいこと言っていい、今から。うん、何傷つけんの、あんた、私を。傷つけないけど、やっぱり、うん、やっぱり若い子がいいんだよ、男性は。でそれを跳ねのけて女性のファンを獲得して、生きるご意見マン、もうほんとデヴィ夫人みたいな立ち位置になってるわけじゃん、すごいよ。まあそれは違うけどな。いや本当に、うん、うん、な、ほんとマツコ的なそういう立ち位置だよね。マツコもやめろ、マツコ花。で、ご意見番といいんだよね。なんでこれやねん、この写真。
え、この写真見た、あ、今見たの？あ、でも言ってたやろ、あの佐藤社長のところのママ、うん、私すごい伝説の人やったって。あ、言ってたと思う。うん。うん。すごいよ、だからリーさん。ね、私何やるにもトップ目指してるわ常に。あの、うん、どんな仕事についてもね、あの、絶対マジで昔から負けず嫌いから。リリニーって何これ？知らん。あんたが私でおなってると言ってんじゃんみんな。私リリニーしてるだろお前。いや。リリリしてませんね今よあんた、うん、だってリリーさんあのママもすごいからね本当。ああ。そのあの人が私がね、うん、2年間しかいなかったのに覚えてて、うん、私すごかったって言ってたからさ、うん、あの初め分かってなかったですよ。でだって喋ってないもん25年間久しぶりにそれで喋、うん、ってないしふわっちゃってるの思ってないからさ、うんね、その佐藤さんの彼氏が私に電話してつながって、うん、誰って感じやん、ね、って言ったらわーって覚えてんだからすごいじゃん、うん、え、だから印象深かったんだな若い頃からリリーさんは、うん、普通忘れるから25の時の知り合いなんてねえ。いや私はもう覚えてる。私だからすごかったんやって当時。当時何クラブでブイブイ言わせてたのキャバクラで、うん、あ、キャバクラじゃないかクラブ？クラブね。すごいねリリーさん。え、でもリリーさん若い頃だから聞きたいんだけど、でもその時から色恋してないよ。あ、うん、じゃあバックラとかそういうのはない。男に厳しく、うん、あ、男に厳しく、うん、すご、夕方ね18時とか電話してきたら、うん、え、同伴じゃないの電話してくんのお前とかって。いやもうそんな感じなの。うん、え、そんな大阪のおばちゃんな感じで言ってたの。いや、じゃホステスにね電話してくるのにね、うん、お客様とね18時とか同伴とかしたり美容室行ったりして忙しいのにね、うん、何にもない暇で18時にしてくるってマナーのない人ねって言ってた、うん、強気のリリーってこと。うん、リリーさんすごいね。もう昔からパワフルなんだね。じゃあ、うん、お酒飲まんしね一滴も。え、それ何稼いでたの。うん、マジでリリーさんだから昔ひめかちゃんみたいな感じ。響き、いや、ひめかちゃんってそのまキャバクラ、あそこは一条響きみたいな。いや、こっちクラブやが違う。またまあ、クラブとキャバクラは俺は一緒だと思ってる。いや、この写真やめえよあんた、もっと可愛いのしない。いや、だって2枚しか撮ってなくて、あのクラブの時の、うん、クラブの時ないよ。送ってよじゃあそれ。あ、今送るわ、今送るわ、うん、あんたいい加減しなさいよ。何が、うん、あんたネタ切れ。いや、ネタ切れじゃないよ全然。いや、ちょっと待って、可愛いの送るか。ねえ、送ってよ。なんかないかな。若い頃のリリーさん、ちょっと見てみたいわ。田崎と一緒ぐらいの、あ、田崎と一緒ぐらいの年の、あ、ないかな。やめて、田崎とか。佐藤さんと一緒ぐらいの時の、私送るか。はいはいはい。佐藤さんちゃん、いくつだったっけ。佐藤さんちゃんは24とか、うん、あー、若いな。うん。若。出る？うん、でも昨日来たんだけどさ、うん、ね、あんた甘やかしすぎけどもね、あんたがいろいろ言ったらあの子は絶対嫌がって拒絶反応して余計やらなくなるからね、うん、だ、よく分かってますね、うん、リリーさんって言ってた、うん、リリーさん大企業で働いてた時の写真見せて。1枚くらい写真あるでしょ。大企業で働いてたの。ああ、何、一部上場企業、うん、でも白黒写真でしょそれ。いや、会社の写真とかは制服着てる、うん、え、今ここじゃないわ。あの、今ここで貼るけど、だって貼ってって言ったじゃん。今あのあれを貼るんやん。スチュワーデスなんだ。じゃあ GH ね、すごいね。あ、 GH ね。なんで知って。いや、なんでも知ってるよリリーさんのことは。ブラックですね、うん、戦後の写真なの。マジかよ、戦後なの。戦後は言い過ぎやろお前。あ、これそうか。うん。待って。戦後とか言ってんの。言ってるみんなが。戦後。いや、香川さんに送ったやつをさ、うん、転送しようと思ったら、あの、木が切れてますになってるから、パルちゃん。何やってんだよ、リリーさん。香川に2枚送って。笑い方が本当にあれだった。何？いや。あんたまで何やってんの、その夜中にやって。千と千尋。起きれんのに、12時。いつもこれやって、この時間でやってる、リリーさん、俺。知らんのあんた。俺知ってるよ。あ、知ってる、うん、もう見てんだ、ま、いや、いつまで続くかなと思ってね、通知だけ出てね、嬉しい、リリーさん寝落ち枠にしてね、うん、何寝落ち枠にしてね。寝落ち枠、あ、甘えてるね俺に。今甘えたね。何
完全に甘えたよね今の声リリーさん。いや甘えてないよ。え見てないもんパールの顔今。これでいいや。俺が甘えたんじゃなくて。しうん。何？これ白と写真。あいい？今送るね。白と時代の写真。ちょっとエッチだね。ちょっと見るわ。あじゃあこれしようこれ。うん。いやどれだ？見ちゃっていいのこれ。え？これ。でもこれってダウンよえな、な最近やんこれはあのアンツの時じゃん。おおこれ25の時じゃないじゃんリリーさん。じゃ25の時もこの隣にいる人は誰なのこれ。香川さんにめっちゃ似てるけど香川さんだって。え香川さんじゃないでしょこれ。香川さんだって絶対香川さんじゃない俺信じないよ。香川さん香川人の彼氏でしょこれ。香川ですよそれ。いやいやだってさかあの香川さんのこと好きみたいな恋愛感情あった時あったじゃん。そういうことね。いやエンタメエンタメ。香川にの彼氏さんいたんだね。いやエンタメだってパルちゃん、うん、えこれ何歳の時リリーさん。えそれうんそれいつなのこと。普通に綺麗だよこれは。最近じゃん。最近じゃ50の時。え50、49とかそこらへん。いやこの間じゃん。じゃあもう51の時めっちゃ綺麗じゃん。誕生日前か。俺でも25歳の時リリーさん見たいわ。あ今送るね。今送ってよ。それが好きだよ俺。あこれこんな感じ。これ香川さんじゃないからねみんな。これ嘘だから。どれだ？今送った。おお来た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 。え？ちょっと待って。普通にギャル、え、かわいい。ギャルじゃないさ。え、普通にかわいいじゃん。これ本当にリリーさん？そうよ。この隣の人映していいの？いいよ。え？普通にかわいいじゃん、リリーさん。え、どれさんと付き合ってたの？どれさんと。それ映画出た時、映画。え、これ誰？これ誰？俳優さん。渡辺裕樹さん。え、すごっ！え？若い時の渡辺さんこれ。めっちゃドレさん似てるね。ドレさん、うん、めっちゃかっこいい。え、何の映画に出たの？大阪ヤクザ戦争。え？もう一回言ってもらっていいですか？大阪ヤクザ戦争。大阪ヤクザ戦争？うん。リリーさんそれ出てたの？そう。マジで？あの、リリーさんこの時当時の役実力やな。実力大阪ヤクザ戦争やな。実力大阪ヤクザ戦争、うん、これ何の役で言ってたんです？なんかあのクラブのママ役でやってたからさ行きたくなかったの京都出てから。あちょっと遠かったんだ、うん、出ててセリフとかあったの？ちょっとだけよ。すごい。でもリリーさん映画出てるってすごいよ。その脚本家の先生がお客さんやったらさ、うん、確かに。え、濡れ場とかはあるの？え、濡れ場なそれ。エキストラじゃないよ。エキストラじゃない。だって私その知り合いやで出ただけ。エキストラだけは本当にプライド傷つけるやめて。だって私そのいい加減にして本当に。エキストラやばい本当やめて。知り合いに強烈だって言って。え、妹とかも言っても一緒に。え、そうなの？リリーさん普通に可愛いじゃん。綺麗。うん。でこの渡辺さんとは。なしやからこれ加工なしの時代。これ写真をチクスクショしてたわね。そもそもリリーさんってなんか噂で聞いたことあるけど、なんかすごい結婚してるんだよね一回ね。いやなんてバカなの。え？なんちゃんだ。子供がいるとか聞いたよ芸能人の。またあれ芸能人の。うん。あれ嘘だの？子供。うん。あ、結婚はしてないけど子供がいるってやつか。子供いるんだよねだってね。で芸能人の子供いるんだよ。ネオさんみたいな。で誰か教えてくれないんだよね。これはもう本当に伏せられて。でも有名な人誰なのかなって今探してるけど分かんないんだよね。リリーさん顔の2の人。え？でこれはリリーさんは濁してるんだよ。本当かどうか分かんないんだよねこれね。神田うの、あー確かにどことなく似てるかもしれない、うのさん。え？
てるってこと。高田久美もワンチャン似てるよね、この時の。どが高田久美なの。じゃあ違うかこれ、うん、この時は本当めっちゃスタイルいいんだろうね。どういうことあんた今なんか。いや今はいいケツしてるよ。何がいいケツしてる。いやいいケツしてるじゃん。いやそういう風に見ちゃうよ、リリーさんは。細いねマジで。これが25の時、これ40え、これ、うん、ああ体重の話ね。いやこれモテたでしょ、リリーさんね。え、私、うん、めちゃくちゃ私あれ仕事できたんだよ、お酒飲まない。できそうだ。あと厳しそう、他人に。え、私優しいよ。めちゃくちゃ言いそう。なんかボーイさんとかめっちゃボロクソに言ってそう。女の子に優しいんだって。あ、そうなの？男の人には。厳しいなし、今でも。この時は。女の子に優しいが男に厳しいなし。この時クラブで働いてる時、その恋愛に発展したお客さんとかいる？正直。全くいない、ゼロ。あ、そう。誰もさ、付き合ってって言ってこないの、これね。店には来んやけど。楽しかったんだろう、ね、一緒に飲んでてね。なんかこう揚げまんっていうか、その運気上がるような感じする。揚げまんってエッチしてんじゃん。じゃ一緒におると運気が上がる。ああそういうことね。そうやって言われたお客さんに。バブル時代。いや、なんじゃ。弾けてる後、お手企業時代の時。ああその時の写真ね。うん、整形もしてないからね、4853さん。ブスだからやめて。まだちょっと見たら、これ整形なの、これ。そう大学上がってすぐの写真は、うんうん、ちょっとあどけなすぎるかちょっとダメ。え、見たいな。大学行ってるんだよ、リリーさん。行ってるよ。どこの大学、それ言えないか。本当なの、リリーさん大学行ってるの。行ってるわ、お前。佐藤さんも行ってるやろ。みんな知らないよね、この大学行ってるの。言うよ。みんな知ってるの、これ。リリーさん謎が多いよね、ミステリアスというか。あんたいちゃーばが大学女子大やわ、バカ、うん。コロンビア大学野村さっちゃやけど、それ。見てるね、リリーさん。ちょっと、うん、いや、コロンビア大学ってめちゃくちゃおもろい。大卒でホステスで大企業勤務で、違うです。めっちゃ経歴すごいじゃん。輝かしいね。ブランドホステスだから。じゃあちょっと聞きたいんだけど、当時、本当の当時、稼いだそのクラブの給料教えてほしい。え、クラブ？もう最大でいい。もう最大稼いだ額。いや。ご想像で任せ。そんなのない。いや、聞かせてよ。だから昔だから大丈夫でしょ、だって。25年前だよ。いや、言っても大丈夫でしょ。その税務署さすが25年前のやつ払えなんて言わないよ。だって会社やったから。そうかそうか。じゃあ教えてよ、どれぐらい確定申告して。聞きたいわ。何、月で。月で、うん。1ヶ月の最高。最高叩き出したっていう、頑張って。誕生日月ちゃん。それいくらぐらいなんですか。いや、しょぼいって。そんな、あ、クラブだから。そうか、キャバクラみたいな、あんなタワーとかじゃないから。ああ、なるほどね。私飲まんからさ、シャンパン開けてとか言わんやん。じゃあ今正直フワッチの方が稼いでる。100万ってことはないわ。もっとあるわ。100万切ったことない。すごっ。100万切ったことない私。大丈夫君たち。100万なんかね、プライドを傷つけるようなコメント書くのやめてください、リリーさんの。なめてんの、あんた。なめないで。100万なんか当たり前。量は江戸時代かよ。100万なんかね、おつけなんな。聞いて、パルちゃん、私大丸のね、外商のね、カードを誘えて、外商のカードをもらえる。なんて、もう一回やって。外商のカードをもらったの。だから大丸の外商、客になったんだから。それを持ってるとどうなるの。すごい特典なの。いや、大丸のね、買い物ね、1割引きなの。すごい。今持ってるの、それ。いや、今日ね、行ってきたの、その外商サロン。おお、1割引きだった。
いやまだそのあの OK で、うん、あの送られてくるカード。すごいねリリーさん。うん。それもうずっと続いて25年間届いてるってこと？違う。今自分の普通のゴールドのカード持ってるダイヤマルの。ああね。それで実績で、うん、あの外省のね、うん、あの方にあれされた。ああなるほど。すごい。なんかリリーさんって。バカにしちゃいけない人間だよこれみんな正直なんか華々しいなんかデビスカルノみたいな経歴だわ。そんなことないよ。いやでもリリーさんに言われたわ。まあ、リリーさんはさね阪神辞めてももうねなんかいろいろ成功していく人やろねって。あそんな顔してるもん。うん隠居したら何なんでやんでやめさせちゃだけやん。いやいや席開けてよ。自分が隠居して指導員になってよ。自分がブルースリー1個上がってだけちゃうなんだ。隠居して指導員になってよ。えあんた指導してるわ。ねえ指導してよ。おうん、もうええでしょそれは。何がもうええでしょ。何がだからだからもうもういいってあんたやろ頑張りなよあんた。ありがとうございます。お尻叩かれないで頑張らないよ。あんたやったらできるのなんでやらんの。私ねわかんねん。やっても無理な人間とやったらできる人間ってこれ、うん、このね配信っていうのは頑張ったら、うん、聞いとけよ配信者。今リリーさんの新しいこれはいい言葉だからね。頑張っても無理なやつは無理。うん言ってやって。頑張っても配信時間長くしても無理なやつは無理なんだよ。はいはい。うん、うん、ねあのそれでもあのパルちゃんは、絶対にこのあのすごいもう有名やし、まあ、人気もあるわけやん。言い過ぎ、うん、自分でそれをねがっかりさせる方向を持ってるからもうここは厳しく田崎を、うん、ね甘やかさんためにと思ってみんなもね投げんとこかなとかな、うん、わざとなってるから。なるほどね。うんだからそのが頑張ったら報われる世界じゃないからねこれ本当。だって応援する人がいないとダメやし、うん、応援されるような人に出会わないと無理やし、うん、ねえ、そんなの配信つけたからって誰でもさ投げられるわけちゃうよ。確かにね、うん、その握られたチャンス掴まんとかあるかもしれんけど、だって、うん、あなたはマジでトップライバーやん。なぜ意識が人に低いのか。運もあっても運だけでは無理やで。ずっとうん、だからあんたポテンシャル低いね。そこまで言ってたよ政治は。田崎はイベントが本当ね下手だって。イベントが下手。田崎は職場の上司みたいやね。もう嫌になってくるって、うん、やめたら泣いちゃうわ。だっていいリスナーさんいっぱい見てくれてるのにさ、ね、パルの配信見たいってみんなさ。やめてよもう。何やってんだあなた、言い過ぎや。あんた言い過ぎちゃうよ。だから君ね月1000万余裕やから。そこ無理やで、ね、もうやめてよ、うん、ポテンシャルが低いんだよ。ほんとリリーさんも言い過ぎやで。言い過ぎちゃうよ。だってその言っても分かったからリリーさんもうそれらんとってへん。言ったら無理な人に言わんったからもうちゃんとするから。もうやめてよもう。あんた以外にしなさいよ。ずっとそんなめちゃ喋ってもだから耳が痛いかもしれんけどお母さんの言ってることと思って聞きなさいよ。はい。だから、ええ、ね、もうやっても無理な人にはそんな面白くない配信を長時間続けても無理やから早く切れって言うから私は配信を。なるほどね。ね、相手も上がらないみたいにやってんのって言っちゃうから私はっきり言って。例えば、うん、例えば、どう、例えばだからゲンさんに言われたよって。ゲンさん最初あるだろう。ゲンさんだらだらね、その内容がねだらけるだけやから神やで、中身やでって言っちゃう。なんでゲンさんのこと出しちゃうのかなこれ。例えばね、いやそうゲンさん寝てるんだよ今。だから朝起きたらゲンさんリリーさんディスられたって鳩飛ぶよこれ。やば、ね、それ本人にも言ったもん、うん、その配信内容がダラダラになっちゃったら相手が飛ばんねや、うん、それゲンさん言ってさ、飛んでくるとわからんとか言って長くやればいいってもんちゃう。ゲンさんに言ってそれゲンさん怒ってたでしょそれ。ん
いやもうその1個でもらわなっつうけど、そういうもんでもないからね。だから、まあ、パルはうまいよな。そのパルが始まるやったーって飛んでくるから、みんながそこへ向いて、君がね、うん、がっかりするような内容をしたらダメなの、そこだけで。あね、パルはもうパルのが始まったってみんな来るわけよ。夜パルがやってるって来るのに。いやーそれは嬉しいよね。あんたのポテンシャルヒーローなね、うん、もうギャンブルギャンブルギャンブル。そんなことないよね。うん、口を開けばポーカー大会、うん、もうやめて、ポーカーの大会の雑談の中に挟んでるだけじゃん。笑い方ユバーバなんだけど。竹馬じゃん、うん、ええー、うん、あれいくら使ったん、月100万ぐらい。あのポーカーはパチンコほど使ってない。だって1回で3000円だからね。毎月あんたなんかあれね、うん、100万ぐらい貯金しとかなはんちゃうのこれ。そう、いやでも税金で本当に飛んでいくのよ。いやだって税金どころか君借金してんじゃん。そうだ、借金税金でもう全部飛んでいくから、ヒーヒー言ってんのよ、うん、そうヒーヒー言ってんのにまだギャンブルで溶かすところがね、すごいよ。ギャンブルちゃんってポーカースポーツやで。俺はね、あの今のしてるからポーカー代がほぼほぼ無料なんだよ。うん、そう帰ってくるからね。あんたら騙されてっちゃん、ポーカーのご飯屋さんが無料とかさ。いやポーカーのご飯屋さん本当に無料になるんだよ。リリーさん連れていくよ今度。ルージュってところ。だからそれってさ、韓国でカジノがね、うん、なんか無料でねご飯とか食べれる言うけどさ、うん、その分こっち負けたりとかするやみんなね。うん、トントンなんや、向こう儲かってるから逆に。まあそうなんだけども、ほら日本ではそうボロいよね、商売の仕方は。あんたそうカモやん、あんたらの。もうやめてよ、カモとか豚とかさ、いい加減にしてよ。動物じゃないんだから俺は。あんたあれちゃん、カモ豚はやめてくれ。高級車1台とマーチョの頭金ぐらい本当だったら溜まってるやろ。まあ税金とかそういうのもろもろでやってればね、ちゃんと。うん、リリーさん、貯金いくらあるの聞いておきたい。うん、あそんなない私。何に使ってんの逆に、ギャンブルやらないリリーさんは。いや整形したりとか。整形だ、なんでその年になってさ、うん、整形しようってなるの。いやこの年はすんじゃメンテナンスで。あメンテナンスか。あの、うん、そのたるみがあったりしたら上げとこうとかさ。あそのやっぱ若い心はまだ持っておきたいってことか。いやだってそんなの普通のね、たるんだね、うん、50のおばさん誰が応援すんの。あーなるほどね、配信のためにっていう部分もあるんだ。そうそうそう、 IJ 人だから愛子みたいな感じになるのは。あんなブルドッグのね、え、うん、あんなブルドッグで、うん、あのほうれい線だらけのおばやったらおばせやろ。なるほど、だから意識高いね。だからこういうとこだね、ちょっと整理そこら辺見てるわ。同じやったらね、うん、ね、同じ服ばっか着てる人やったらみんな見たくもないやろ。あだからそういう清潔も保ってちゃんとしようってことだね、うん、で顔も化粧もせんとすっぴんのババア誰が見たいの朝から。誰のことって例えば。いやいやいやだから私が、うん、ああそういうね、例えば、ね、特にそう、うん、私を見てみんなねちゃんとしようと思ってくれるらしいよ女の子らは、うん、なるほどね。でも、うん、なんで愛子さんだけ厳しいの。リリーさん女の子の優しいって言ってる。いや愛子ねちょっと聞いて、うん、あ聞くわ、うん、報告あるわ、うん、あれ昨日ね TikTok の私のねウェディングドレスのね、うん、あの投稿のその動画にね愛子がね2日前にコメントしてんのよ。はい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 、びっくりしちゃった、うん、ウェイキックで金買ったからウェディングドレス着て抜けばみたいな、ね、いやらしいコメントが愛子の、ね、やしアイコンで書いてあってびっくりしちゃった、うん、ちょっといねえ言われるでしょ、ね、結婚で金買ったからウェディングドレス着てんのかってね、コメント付きのね、うん、いいねが押しちゃうね。そう、それは結局どうしたの、アイアンリリーさん。え、無視。無視したんだ。うん。え、昔仲良かったよね、愛子さんとリリーさん。いや、仲良くないよ。あ、そうなんだ。あいつにそのハンバーガーの、食べくら、何大食い対決みたいにしようって3回ぐらい言ってきて、3回ともね、うん、男優先にしてブッチしてきてね。あ、やるやってだったんだね。あー。うん、一回殴り合した方がいいかもしれないね、どっかの格闘技で。 あとね、うん、来年1月ぐらいから私合宿するわ、うん、女の子の。え、もう一回言って。マユとパンちゃんと。マユとパンちゃんで合宿するの。うん、合宿。どこでやるの。頼まれたよ。誰の家で。
山とか借りて、あのそのああもう、うん、すごいねそれは、うん、そこで3人でやるんだ。そうどうせやんないよ、まあ、私やりたくないね、もう2人がやる気満々、うん、あじゃあやるねこれ、うん、もう一人呼んだ方がいいんじゃない、愛子さんとか。でもあれじゃない、いや3人ぐらいしな、しんどいよ200ぐらいでね。なんで別に4人の方がいいんじゃない、バランスいいじゃん。何うん、そんなその2日間だってパンちゃんも若いよね、20とかじゃないの。いやパンちゃんも30。ああそうなんだ、だって30、30でしょ、でリリーさん年齢離れてるじゃん、誰かいい、だからやってって言うの配信ね、近い方がいいんじゃない、話ついていけないじゃん、だっていや仲いいよ、だからそのリリーさんとちょっと話し合う人呼んだ方がいいんじゃない、だから2人が頼んできたんやって。あそうなんだ、うん、うん、もう一人無理か、うん、誰入れる、ゆっこ入れるか、俺相沢が多いね、相沢。いやお前ふざけんなお前さ、あ怒って、いやコメントであるから相沢って、俺が言われても相沢が多いんで、これ見てよコメント、よし多いよ、吉江さん今出てきた、吉江さんは吉江さんのエリアがあるからさすがに。どうしたのそれ、なんかあいつはね憧れてんの、その髪飾りっていうかその頭、これ憧れてっていうか、これ佐藤さんが用意してくれたやつなんだけどちょっと待って、髪コンサイズ、ちょっと待って、よく見た髪飾り、なんだ髪ゴムある、やめこれね、チーカーもあれば、チーカーをかわいいね、いやいろいろかぶりもあるよね、あの配信に気づいたんだけど、めっちゃあんじゃん、かわいいものをつけた方がいいのかなって、顔が汚い分ね、これでごまかさないと、加工もしてないからね、これいい分ね、な何個あるのそれ、これ4つだね、これ抜くと服が出るんだよね、本当、まあ幸せやね、今日おいしいものを用意してもらってさ、あげてんすれてんじゃん、生活は正直、ま、その充実してるんというか、うん、あと月ね目標500万は稼いでください、わ、うん、かりました、あまあまあむずいな、500万むずいな、1000万課金やな、無理無理無理やな、無理やな、まだまあ300万はね目指すともらわな、ね、150万ちょっと、じゃあ来年から俺変わるんで、リリーさん、うん、マジそうしなよあんた、ね、リリーさんも来年はあの、うん、なんかもし俺がそういう風にね1000万プレイヤーになった時は、うん、あのあ年間ランキングお前いなかったな2024、なんでそんなまた言うのそんなこと、今締めくくったじゃん、今仲良くやる感じの、なんで煽ること言うのこれ、ババアこの野郎、みんなこれやばいよこの人、ね、いいかげんにしろよ、ランキング1位政治、ね、いいかげんにしろよ、2位市長、3位養分、4位キリスト、5位狛江、6位伊藤隆、7位小雪ちゃん、8位山田、9位リリーさん、10位パンちゃん、田崎の名前はやめてよ、もうリリーババー、いいかげんにしろよ、リリーバーバーが、で男部門1位政治、2位機長、3位養分、うん、4位イギリスを、あ出るよ、5位そろそろ俺が、6位高志、あ出るよ、7位山田、お8位ギリギリ来るよ、9位パンダ先生、10位ウキ、あんたおらんやめろ、マリリンさん、もういい気にしてよ、もうこれ切るわ、ほんと元気パワフルだね、ほんとにいつ寝るのこの方、もう3時だぞ、うん、なあ、しかもお風呂上がって多分裸だと思う、裸で俺の話してんじゃないこれね、お布団でパタパタしてさ話聞いてんだよこれ、エンディも呼んでやろう、あエンディ、うん、いいんじゃない、国税ターゲットランキングって言われてるってるんだよ、お疲れ様です、マイケルいらっしゃい、ありがとうねみんな、まあということでも3時間経ったんでね、本当は2時に終わる予定だったんだけど、まあ今日終わりますか、まあ4時までやるとさすがに明日起きれなくなるから、うん、まあ3時ぐらいがベストかな、
リリーさんありがとうね、電話出てくれて楽しかったよ。皆さんよかったらリリーさんイベント出てたらね、応援してあげてください。リリー姉ちゃんにね。うん、はい、ということで今日は終わります。いや、ありがとうございました、マジで。はい、また明日も深夜枠やるんでね、よかったら来てね。ナイスだけよろしくね。お疲れ。パルパル、おやすみ。また昼の12時からやるんだよね。じゃあ来てください。リリーさんありがとうね。リリーさん、懐かしい。リリーさんありがとうね、リリーさん。リリーありがとうね、リリー。うん。リリーさんありがとう、リリーさん。パルパテンちゃんありがとう。アイテムありがとうございました。リリーさんありがとうね、リリーさん。リリーさん、自殺お薬死ななかったよ。よかった生きてて。お前が生きてないとマジ俺悲しいから、ちゃんと生きててよかったよ。俺のために生きてくれ。死ぬな。ね、生きろ。リリーさんありがとう。リリーさん、いい曲？もう古いけどね。リリーさんありがとう。リリーさん、リリーさんありがとう。リリーさん、リリーさんありがとう。リリーさんがこうやって配信会を盛り上げたこと絶対に忘れた。リリーさん、あっちの方に行っても本当に忘れないで。リリーさん本当に今までありがとう。おやすみなさい。
パルパル。